日本の球場人気ランキング1位は、6月13日は鉄人の日と制定されています。1987年に鉄人の愛称で親しまれた衣笠祥雄選手が2131試合連続出場の世界記録を達成したことを記念し制定されました。この鉄人の日を記念して去年の7月16日から7月23日までの間にレトラボが行った日本の球場で好きなのはというアンケートでベスト3に輝いた球場を紹介します。第3エスコンフィールド北海道。第2阪神甲子園球場。そして第1位はマツダズームズームスタジアムという結果でした。コメント欄ではマツダスタジアムが綺麗で個性的、開放感が素晴らしいなどの意見がありました。